ごきげんようダーリン。突然で悪いんだけど、今からデートに行かない？そわそわ、ドキドキ、そわそわ。なんでてめえまでそわそわしてんだよ。な、知ってないわよ、ワクワクなんて。あ、ワクワクしてたのか。仕方ないでしょ。私、友達と勉強会なんて初めてだし。悪い、ワクワクしてちゃ。七桐崎さん、俺もちょっち聞いていい？え？お前らって、ぶっちゃけどこまで行ってんの？どこまでとおっしゃると？そりゃもちろん、キズン！お前、ちょっとこっち来い。これで調子に乗らないでよね。バカもやし。お前は嫌なやつだけど、お前の気持ちは少しはわかるからな。あっ、そこまで言うなら手伝わせてあげなくもないけど。ほんと可愛くないよな、お前って。当たり前でしょ。なんで私が本当の恋人みたいに可愛くしてなきゃいけないわけ。次はきっとこっちから話しかけてみせる。びっくりした。なんで、あんたがここに。いつから。いや、悪い、なんつうか。見たの、聞いてたの。何よ、笑いなさいよ。仕方ないでしょ、こうしなきゃ、みんなのこと、まだ覚えられないんだから。どうやって話しかければいいのかわかんないし、友達の作り方とか、私わかんないんだもん。桐崎さん？うるさい、ちょっと黙っててよ。こっち見たらぶん殴るからね。お前まさか怖いのか。私だって好きであんたなんか捕まないわよ。でもこうしてなきゃ耐えられないの。分かったら黙って掴まれてて。あれならその窓から出られない。ああ、そりゃ出られるだろうけど、お前そんな状態で登れんのかよ。私はちょっと無理かもだけど。でもあんただけでも先に出て人を呼んでくれれば。バカ言え、こんな状態のやつ一人で置いていけるわけねえだろ。めんこいなや、嫁にしたいだよ。俺たちの敵だけど、愛しいな。何するな、おい。おめえまさか。え、なんでこんな写真が出回ってるのよ。まさか盗撮。よく来てくれた団長。君を呼んだのは他でもない、これを見たまえ。これを見たまえ。あ、その前にさっきの画像について詳しく。問題はそこじゃないような。おー、はいはい、愛しとるだよ。ふざけるな。はまや。なんなんですか、生型のエクスカリバーって。これなら団長のくじに引っかかってた方がマシだったかも。思い出したくない。山ちゃんは言いたくない。あと山ちゃん禁止。看病してくれたのか、ベトール。ルロ、お前意外と可愛いとこあるんだな。覗いたらぶっ飛ばすわよ。まさか。早くして。せかさないでくれよ。でも意外だな。何が。やっぱり恥ずかしいと思うんだ。うわ、寝巻きとかは。覗くなって言ったでしょ。覗いてないって。寝巻きとか持ってるのかって聞いてるんだよ。
お前ちょ、いや、僕は全然何も。お前はトーチなんだから。そういう問題？うるさい、うるさい、うるさい。飛ぶから捕まって。早く、間に合わない。じゃあもっと強く捕まって。もっと強く、もっと強く、もっと強く。なんで逃げるのよ。なんで追ってくるんだよ。僕たちを潰したって意味ないだろ。うるさい、うるさい、うるさい。これも鍛錬のうちよ。そんな無茶苦茶な。無茶苦茶じゃない。あんなに言い合えるなんて、いいな。吉田さん、もっと姿勢を低くして。えちょっと、もっと急いで。相手が何を出すか分かってるじゃんけんみたいなもの。ん、何じゃんけんなんて、こないだ知ったくせに偉そうに言うからさ、知ったかぶりしちゃって。うるさい、うるさい、うるさい。鍛錬の最中に余計なこと言わない。なきり。どうした？なんかよ。司さんとの勝負のことだけれど、私も思うようになったのよ。私自身は本当はどうしたいのだろうって。エリナ様、別にアリスやユキヒラ君の影響を受けたわけではありませんからね。私はただ自分の意思で。ユキヒラ、だからユキヒラ君は何も関係ない。なんかあの会場冷え冷えだったもんな。そういう意味じゃない。ほらほら、泣きんちもなんか言ってあげなよ。え、私も。ユキヒラ君、着眼点はまあまあ良かったのではなくて。ソーマ君なら今お手洗いに。何を言うんですか。特務招待で暇なのはカナタ先輩くらいです。私はただ、あの子たちまでカナタ先輩に裏切られたらと思うと。悪いな、これからちょっと家庭訪問なんで時間がないんだよ。あの、まだ話は終わって。相変わらずユリは真面目だな。そんなことはどうでもいいんです。裏切り者の施しは受けません。昔訓練帰りによくみんなで寄った公園の屋台あるだろ。ミソラたちに差し入れでもしてやろうかと寄ったらさ、めったに並ばない絶品特製シュークリームが今日はあったんだよ。シュークリームに罪はないです。何笑ってるんですか。もう一個食うか。いいんですか。結構です。それより今日は一体何の用ですか。いや、驚いたけど、その嫌ではなかったし。生まれて初めての愛の告白だったしな。誤解だけど、ただ私たちはお互いのことをよく知らないから、やっぱりすぐにっていうのは良くないというか。あれから私も考えたのだ。お前、住み込みの仕事を探していただろ。え、やります。お任せください。お嬢様、何があろうとこの綾崎颯が命をかけてあなたをお守りいたします。バカ、マリアの前で照れるようなことを言うな。だって僕もこの屋敷に居候するわけでしょ。いくらこんなに広いとはいえ、可愛い女の子と一つ屋根の下っていう状況は。バカ、そんな言い方をするな。一つ屋根の下といっても、その一緒の部屋に寝泊まりしてるわけじゃないし。でもお前の代わりはいないから。お嬢様。まあ、そのなんだ、守ってくれて嬉しかったぞ。だからこれからもよろしく頼むぞ、ハヤテ。カツラさん。もううるさいわね。仕方ないじゃない。チャボを助けてるうちに授業始まっちゃったんだから。ところでチャボって。さっき助けたひな鳥、茶色のスズメだからチャボ。うわ、単純。
何よ、アニメの名前は分かりやすさが大事なんだから。ありがとう。あの、何してるんですか、お嬢様。そんなに顔を近づけられると寝づらいのですけど。